はい、こんにちは、こうへいでございます。ということで、ね、今回はですね、アニガサキ、テレビアニメ2期のですね、第6話でございますけれども、こちらですね、大好きの選択でございます。まあ、今回はですね、もう完全にせつなちゃん回、まあ、大好きの選択ということでね、せつなちゃんのお話ということでね、まあすごくまあ温まったお話だったなぁということもございますし、あとはね、アズナの新曲、インフィニティ・アワー・ウィングスだったかな、確か、そういうタイトルだったと思いますが、こちらのですね、感想を語っていければなぁというふうに思います。まあ今回ですね、まあ大好きな選択ということで、せつなちゃん回ということで、まあ前回のね、そのアズナ回の時もですね、まあエンドクレジットの部分にね、まあ明らかにちょっとね、せつなちゃんが見バレしちゃうんじゃないかっていうね、匂わせ的なシーンがあったので、まあもしかしたらバレちゃうんじゃないかなとは思ったんですけれども、まさかね、自分から最終的にはね、最終的には自分から生徒会長は結城せつなですって言うとは思いませんでした。はい、これはね、予想外でしたね。意表をつかれました、マジで。うん。要は、まあ、一部のね、周りの誰かにバレちゃうみたいな、例えば塩子にバレちゃうとかっていうのはまあ予想ついたじゃないですか。で、まあ同好会のみんなにはもうもちろんバレちゃってると。まさかの自分からこう正体をね、暴いていくっていうか、バラしちゃうっていうね、それはですね、スクスタにもおそらくなかった展開だったと思いますので、でしかもね、アズナとしてこうユニットとしてやっていきますっていう、まあ、文化祭の開幕をね、まあアズナがこう担当したということで、そこもですねすごく良かったですね、本当に。まあそしてね、そのね、アズナとしてのステージをですね見て、まあしおりこちゃんの考えも少しずつね変化していったなぁとも思います。まあスクールアイドルやってみたいというしおりこちゃんのまあ本来の気持ちもですね、今後のねアニメのストーリーでまあ出てくる、よりね出てくるんじゃないかなと思いますけれども、スクールアイドルの見せ物として、まあ、スクールアイドルフェスティバルを開催する第2回スクールアイドルフェスティバルを文化祭で行うっていうことになったんですけども、まあ、ただ、トラブルが発生してキャバオーバーしてしまうといった問題があって、どうしようと言って、まあ、虹ヶ崎の、まあ、生徒の代表である生徒会長、まあ、奈々ちゃん、まあ、せつなちゃんのことですけど、結城せつなちゃんこと、まあ、中川奈々ちゃんはですね、まあ、戸惑ってしまうわけですよ。うん、どうしようと。そしてね、まあ自分がやっぱり責任を取ってやるしかないっていうふうに思っていたけれども、まあただ、まだ方法はあるよということで、それこそアズナの二人がね、こう手を差し伸べてくれて、僕がですね、一番感動したシーンは、もうあそこですね、あゆむちゃんが、こう、始まったのなら貫くのみでしょって言ってて、これはですね、これ分かんない方に説明すると、一期の時にも同じシーンがあったんですよ。その時には、まあ、あゆむちゃんがちょっとだいぶ落ち込んじゃってて、どうしようってなった時に、せつなちゃんがこう手を差し伸べてくれて、こうか、こう差し伸べてくれてね、始まったのなら貫くのみですって言ってくれたんだけど、それをあゆむちゃんがこうですね、言ってくれたということで、そして、まあ、お互いで支え合ったと。恩返しできたなぁと、あゆむちゃんはと。いうことで、まあ、僕の推しあゆむちゃんですけど、なんだろう、借りた恩を、そこで返したんだな、ということで、その、1期2期の枠を超えてね、回収していくっていう恩を、もうめちゃくちゃ感動しましたね、あそこは。そこでそう来るかと思って、まあ、そしてみんなで何とかしようっていうので、まあ、やっぱり生徒会長っていうね、立場上というか、まあ、自身のプライドもあったと思うんですけども、なかなかね、こう、周りに相談もできず、一人でこう、抱え込んでた部分もあったけど、まあ、でも生徒会長だけの責任じゃないよと、生徒会長の責任じゃないから、みんなで相談して、解決のね、道へ進んでいこうっていう風になって、まあ、そして結果的には、他の学校でも巻き込んで、他の学校の文化祭も巻き込んで、スクールアイドルフェスティバルを行うというですね、大それた、イベントとなるということでね、まあ、それでね、参加しようとしていたスクールアイドルたちの、まあ、問題っていうのも、ま、解消されて、スクールアイドルフェスティバルが開幕へと、まあ、なっていくわけでございます。はい。大事な、まあ、スクフェスがね、始まるわけでございますけれども、まあ、せつなちゃんって結構かっこいい部分もたくさんありますけれども、結城せつなちゃんという、まあ、演じてる顔、中川奈々さんという、
人が、まあ、演じてる結城せつなちゃん、その中川奈々さんっていう人の本質をなんか見れたような気がします。内面を見れたというか、うん、やっぱりね、あのどれだけこうね、まあ、しずくちゃんもそうですけど、やっぱり演じていたとしても、やっぱり それはあくまでも演技であって、まあ本質は、まあ、なかなかそこから見るのは難しいというのはありますけども、まあ、ただ今回の、まあ、結城せつなちゃんとしてはね、結構かっこいいね風にこうね先導してたり、まああとは生徒会長としてもね、こう人々を先導してるっていうところはありますけれども、まあそれでもね、やっぱり一人の女の子であり高校2年生であるということには変わりございませんので、まあ時には苦しくなってしまうと、どうしようと葛藤してしまうことがあっても、そういう時にこう手を差し伸べてくれたのが同好会であり、まあスクールアイドルのみんなであり生徒会のみんなであったということで、まあ特にしおりこちゃんもね、手を差し伸べてくれたってことで、本当にね、まあ普段はね結構クールな、まあ冷静沈着なね、こんな感じはしますけども、まあね、せつなちゃんの正体がバレた時とかね、相当あれでも驚いていた方だと思うのでね、まあそしてね、そんなしおりこちゃんも、まあお姉さんのね、かおるこちゃんの、ね、まあサポートというか、あんたもスクールアイドルやってみたいんじゃないのっていう思いもね、最後のエンドクレジットで聞けたってこともございますし、いやー、あずなとしての一歩が進み、まあそしてね、まあ今のところまだね、みやちゃんとランジュちゃんと、しおりこちゃんは、加入はしていませんので、リバースは指導してないんですけれども、まあただユニット、既存のユニット3グループ、アズナ、クォーツ、ダイバーディーバー、これらはですね、まあ指導したということなので、ここでですね、一旦ユニット編っていうのは、お休みとなるのかなと思います。まあ次回以降はですね、まあどうなんだろう、学校全体にフォーカスが当てられてお話が進んでいくのかなと思いますのでね、そこら辺も期待したいところがもうたくさんございます。皆さんはですね、今回のね、最新話第6話ね、せつなちゃんの、まあ、回と言ってもいいと思いますけども、大好きの選択のですね、感想などぜひねコメント欄に書いてください。お願いします。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もお願いします。ではまたまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、こうへいでございました。バイバーイ。